逃げても無駄だってことがいい。分かってんだろう。はいどうも、皆さんこんにちは、のチェス。というわけで今日はですね、鬼滅の刃かけるモンスターストライク第2弾コラボについて話していきたいと思います。いやーついに来ましたね、詳細が発表されましたよということなんですけども、まずはですね、開催期間となっております。開催期間はこちら、3月15日火曜日12時よりコラボ開催決定ということで、まあ、4月の2日の11時59分まで開催してるんですけども、いやー今回情報盛りだくさんでしたね。こんな盛り盛りなコラボあっていいのかというぐらいやばかったんですけども、まずはこちら。はい、なんとですね、ガチャゲンとして煉獄杏寿郎さんが登場しますよということで、まあ、星6のキャラクターですね。でまあこのイラスト見てくださいよ。イラストがもう本当にかっこいいなということで、もうこれは僕はね本当に欲しいなと思ってるんですけども、性能を見ていきましょう。性能はですねこちらとなっております。でまあね、このキャラクターのメインのところはどこなのかというとですね、まあストライクショットなんじゃないかなと思っておりまして、まあ、ターン数が24プラス4ターンということで、まあ、こちらねかなり重いストライクショットとなっておりまして、まあ、炎の呼吸奥義区の方煉獄ということで、まあ、あの映画でもかなりね強かった技となっているんでね、ゲーム内でもねかなり強いストライクショットになってるんじゃないかなと思っております。なんでまあ煉獄さんはですね、まあ、ワンパン枠とねしてね、まあ、入ったんじゃないかなと思ってるんですけども、これはねかなり当たりのキャラクターなんじゃないかなと思っております。でまあ友情コンボに関してはね、まあ、こちらそんなに強くない友情コンボなんですけども、まあそこそこ効いてきますよとなってるんじゃないかな。まあ貴族性キラーも乗ってくるんで、まあそこそこ入る友情コンボかなと思ってます。まあただまあメインとしてはストライクショットのキャラクターかなと思っております。でまあ続いてなんですけども、こちらということで、なんと音柱宇髄天元がですね、まあガチャゲンとして登場しますよということなんですけども、いやこちらもイラストがやべえ、イラストがやべえよ。おいこれ見てくれ、本当にかっこいいっすね、宇髄天元ね。でまあ性能見ていきたいなと思うんですけども、性能はですねこちらとなっております。でまあこちらのキャラクターはどこにメインを置いたらいいのかっていうことなんですけども、まあ砲撃型だよということで、まあ友情コンボにね、まああの力を置いてるんじゃないかなと思っております。でまあアタッチボム6ということで、まあこちらの友情コンボかなりね、強い友情コンボとなってるので、まあかなりあの活躍できるんじゃないかなと思ってます。でまあストライクショットはね、まあこちら音の呼吸後の方名言早々ということなんですけども、まあターン数はね、まあ2段階目が20ターンということで、まあまあ重いんでね、まあ1段階目はそんなじゃないけど、2段階目はまあまあ強いんじゃないかなと思ってます。でまあアビリティに関してはまあまあもらいましたね。まあ使えるステージもまあ多々ありますよということで、まあこちらのキャラクターは友情として結構活躍できるキャラクターなんじゃないかなと思ってますね。まあ宇髄天元さんもわりかし当たりとなっております。でまあ続いてなんですけども、こちらでございますね。なんと3体目のガチャゲンはですね、なんとかまどねずこになりましたよということで、まあ鬼化進行時のねずこがね、まあ来たんですけども、いやーちょっとおっぱいいねおっぱーがいいですね。そしてこのイラストやっぱいいね。今回イラストが来られてますね。ということで性能見ていきたいなと思うんですけども、こちらでございますね。ねずこは結構今回当たりキャラクターなんじゃないかなと思ってるんですけども、まずはですね、ダウンポジションキラーということで、こちら結構強いアビリティとなっておりまして、まあ、画面半分下のね、キャラクターにキラーが刺さるね、ものとなっております。で、まあ、魔族キラー M ということで、こちらがですね、まあ、魔族に対して、まあ、攻撃力がね、確か 1.5 倍だったかな、忘れちゃったんですけど、まあ、キラーが乗りますよということで、こちらもね、かなり強いものとなっております。でまあランページ反射レーザー EL はですね、まああの最強キャラクターであるカマエルが持っている友情コンボということで、まあ、こちらにキラーが乗るとですね、まあかなり強い友情コンボになるんじゃないかなと思ってます。まあただスピード型なんで、まあ友情メインのキャラクターではないんですけども、まあストライクショットがねかなり強いんじゃないかなと僕は思ってます。まあ原作まあアニメで結構ねずこは強かったので、ストライクショットで結構殴りが強いんじゃないかなと思ってて、まあこちらもワンパンキャラクターなんじゃないかなと僕は思ってます。なんでまあその辺はね、まあ、蓋開けてみて使ってみたの動画を見て考えるという形なんですけども、まあこちらもね、まあ当たりのキャラクターなんじゃないかなというか、まあねずこが今回一番当たりなんじゃないかなと僕は思ってます。まあでも煉獄さんも相当強い SS になりそうですね。なんでまあその辺はまあ全体的に今回はね当たりのキャラクターだよとなってるんで、皆さんね、まあ、ぜひぜひコンプ狙って引いてほしいなと思うんですけども、まあ星4号のキャラクターはこんな感じで、はい、なんとサビとアンドマコも、そしてつゆりかなおが登場ということで、いやカナオ来たー
カナオありがてえよカナオ。いや本当にめちゃめちゃ可愛いね。いやこれは普通に欲しいわ。うん、もう普通に欲しいねファンとして欲しいねものとなっております。でまあ続いて見ていきましょう。こちらということで、まあ、ガチャ開催期間はですね3月の15日火曜日の12時より開催ということで、まあ、4月の2日11時59分まで開催してるんで、まあ、割かし期間は長いものとねなっております。まあ、確率は 1.2%、1.2%、1.2% だと思うので、まあ、割かし結構確率も高いものとなってるんで、まあ、当たりやすいんじゃないかなと思っております。ということで続いてなんですけどもこちらですね、なんと10連ガチャに1体おまけがついてきますよということでコラボ限定グッジョブがですね、まあ、登場ということで、こちらね、まあ、第1弾のコラボグッジョブとはねまた違うものとなっておりまして、今回の第2弾のみでね獲得できるものとなっております。でまあ全部集めるにはね、まあ、90連引かなきゃいけないよということなんですけども、まあ、皆さんぜひぜひ90連引いてコンプしてみてください。いやーこれちょっとね胡蝶さんね多分もしもしって言ってると思うんですけども、めちゃめちゃ欲しいですね。そして甘露寺みつりさん、これね笑っちゃダメよとか多分そういったボイスだと思うんですけども、本当にね欲しいものとなってますね。ということでね、まあ、続いてなんですけども、続いてはこちらですね、かまど炭治郎がなんとですね、まあ、強化が入りますよということで、まあ、こちら第一弾コラボのねキャラクターなんですけども、重心化回ということで、まあ、さらに強くなりますよということなんですけども、まあ、イラストがまずねめちゃめちゃかっこいいっすねこれね。いやめちゃめちゃかっこいいなっていうことなんですけども、こちらございます。アビリティに関してはこんな感じということで、まあさほど、まあ、第一弾コラボの時よりも変わった点はあんまないんですけども、まあ超満員スイーパーになりましたよぐらいかな。あんまり変わってはいないんですよね。ただですね、ストライクショットが、まあ、尺骨遠用になりましたよということで、まあ、結構アニメでは強かったね、まあ、尺骨遠用となってるんで、まあ、こちらが結構強化されて、ストライクショットが、まあ、割かしワンパン系なね、ストライクショットになるんじゃないかなと考えております。で、まあ、超バランス型ということで、攻撃もね、バランスなんで乗ってきますよということなんで、はい。まあ、こちらですね、ワンパンキャラクターなんじゃないかなと思っております。で、続いてなんですけども、こちらということで、いやー、ちょっと来ちゃいましたか、富岡義勇さん。いや来ると思ってなかったんですけども、まさかのですね原作コラボかな、これはね。もうアニメではここまで進んでないんですけども、まさかのネタバレというか、まあイラストねこれ見たことないよっていうシーンなんですけども、まあアビリティがですねこんな感じとなっております。いやーこれね、まあ、変わった点としましては、友情ブーストがついたっていうのと、まあ、超 SS 短短縮っていうのがコネクトスキルで、まあ、ついたよということなんですけども、まあ、友情ブーストね、もともと富岡さんは友情コンボが結構強いキャラクターだったので、まあ、そこにさらに友情ブーストが乗ってくるということで、まあ、かなり友情が強くなるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、ストライクショット自強化が結構強かったので、まあ、超 SS 短短縮で、さらに殴りが強いキャラクターになるんじゃないかなと思ってるので、まあ、そこは結構いいですね。で魔法陣ブーストかな、魔法陣ブーストは前もついてたから分かんないんですけども、まあまあ覇者塔とかで結構使えるし、モラルとかでも使えるんじゃないかなと思ってますね。はい、だからもともと使えるステージにさらに強くなったって感じですね。はい、でまあ続いてなんですけども、こちらということで、いやー来ちゃったよ胡蝶しのぶさん、ありがとうございますいやーもうこれも見たことないシーン、どこもう完全にゲームオリジナルとねなってるんですけども、このさいいねイラストいいし、いやーちょっと立体感ありますね、オッパーがね。いやめちゃめちゃいいね、ほんと推しなんでね最高なんですけども、まあアビリティがですね、こちらとなっておりますということで、これは確か新たに超アンチダメージオールがねついたという形なんですけども、胡蝶しのぶ今回強くなったね。超砲撃型になって、まあどこ注目かというとですね、まあ友情コンボが注目となってるキャラクターですね。まあハイクロススティンガーという友情コンボなんですけども、こちらの友情コンボかなりね強い友情コンボとなってるので、はい、胡蝶しのぶレベルアップしましたね。でまあ毒は変わってないよということなんですけども、毒キラーがついてくれればね、毒のダメージ増えたんですけども、そこはつかなかったですね。ただまあストライクショットはそんな強くないんですけども、まあ友情コンボがかなり強くなったというか、まあ当たりのキャラ
ラクターなので、まあ、覇者島とかで結構活躍するんじゃないかなと思ってますし、まあ、これまで活躍していたステージでさらに強くなって、まあ、登場ということで、まこちょうさんはね、まあ、イラストがいいんで本当欲しいですね。で、まあ、キャラウスの方はね、友情コンボが強いので結構いいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、まあ、こんな感じで3月の15日12時より、まあ、獣神化会が解禁ということで、まあ、あのキャラをね、強化することができますよとなっております。で、まあ、続いてなんですけども、こちらということで、いやー来ちゃいましたね、コラボスターターパックということで、まあ、課金限定のキャラクターですね、まあ、980円を払えば絶対にゲットできますよというキャラクターなので、まあ、これからモンストを始める方にとってはね、まあ、結構いいものとなってるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、あのイラストはこんな感じということで、まあ、こちらね、遊郭編の時の善逸と伊之助なのかな。まあ、性能を見ていきましょう。性能はこちらということで、はい、こちらなんですけども、あの一見ね、弱そうに見えるんですよ。まあ、一見弱そうに見えるんだけど、この性能どっかで見たことないということで、はい、そうなんですよ。前回、確か第一弾コラボの時のね、まあ、善逸だったんですけども、あれと多分似たようなステータスというかアビリティで、まあ、カウンターキラーも確かあって、多分似たような感じだと思うんですけども、だとするとね、ストライクショットっていうのがね、まあ、かなり今回強いものになってるんじゃないかなと思っておりまして、いや、この神速と食い咲き、これがあのワンパン SS なんじゃないかなと僕は思ってます。なんで、まあ、バランス型だしね、多分ワンパン SS だと思うんですけども、いや、これがね、まあ、当たりなんじゃないかなと僕は思ってますね。ストライクショットが当たりなんじゃないかなと思ってます。いや、ちょっとこれ見てみなきゃわかんないんですけども、相当強いキャラクターになってもおかしくないんじゃないかなと、まあ、そういったストライクショットになるんじゃないかなと思ってます。なんで、まあ、初心者の方はね、これゲットしておくと結構使えるんじゃないかななんてね、思ってるんですけども、これはね、まあ、使ってみた動画見ないとちょっとわかんないんでね、まあ、まだわかりませんよということなんですけども、こちらということで、なんとコラボ開催期間中はですね、まあ、ラック99ということで、まあ、ラックボーナス宝箱2個確定となっております。まあ、運極扱いですね。なんで、まあ、周回も楽になるんでね、まあ、ぜひぜひ買ってみてください。で、続いてなんですけども、こちらということで、なんと敵キャラでね、まあ、エンムが登場しますよということなんですけども、いや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 、イラストがいい。エンムなのにイラストがいい。で、まあ、続いてなんですけども、こちらということで、いやーありがてー、モンスト公式さん、ありがとうございます。本当に、これは嬉しい。いや、これはめちゃめちゃ嬉しいですね。ダキがなんとゲットできるし、運極にもできますよということで、これダキファンにはかなり嬉しいんじゃないかな。僕本当に推しなんで、めちゃめちゃ嬉しいですね。で、まあ、続いてなんですけども、こんな感じということで、いや、牛太郎も登場するんかいとなってますね。まあ、この二人運極にしたいですね。ぜひぜひ皆さんもね、周回して、まあ、99体集めて運極にしてみてください。いやー、かなり豪華なね、究極的ですね。で、まあ、まだまだ終わりませんよということで、こちらですね、なんとですね、ルイの兄かな、が登場しますよということで、敵キャラにルイの兄と、そして人食いお堂の鬼ということで、結構序盤の方に出てきたキャラクターが敵になってきますよとなってますね。で、ルイの兄ね、僕ほんと大好きなんで、ちょっと声真似したいなと思うんですけども、逃げても無駄だってことぐらい分かってんだろう、毒だよ、雲になる毒だ。まあ、こんな感じで、まあ、ルイの兄が登場しますよとなっております。で、続いてなんですけども、こちらということで、まあ、そんなコラボの究極開催期間はこんな感じとなっております。はい、周回してみてください。で、続いてなんですけども、こちらということで、いやー来ちゃったかい。なんとですね、赤座が、はい、超究極という高難易度クエストで、まあ、登場しますよということで、まあ、多分相手属性、木属性なんで、まあ、煉獄さんが適正になりますかなって感じなんですけども、いや、このさ、顔のイラストとか見てめちゃめちゃ好き。これは好き。マジで好き。ほんと欲しいなって感じなんですけども、こんな感じですね。なんとですね、こちら、超究極という、まあ、高難易度のクエストなんですけども、今回はですね、本来のラックにプラス99で、まあ、全員回れますよということで、まあ、運極にすることが前提ですね。まあ、周回すること前提のクエストとなってるんで、まあ、そんな強くないんじゃないかなと僕は思っております。なんで、ま、皆さんぜひぜひ赤座ゲットできるんでね、まあ、回ってみてくださいって感じなんですけども、いや、運極にしたいね。
うん、これはちょっとかっこいい。うん、でまあ続いてなんですけども、こちらということで、まあコラボ第1弾の一部のキャラクターが復活しますよということで、まあ追憶の書庫にて再登場します。手鬼なんかもいますしね、富士の花の牢獄でってやつもいるしね、境外なんかもいますし、小生はってやつもいるし、まあルイなんかもいますよということで、あの第1弾のね時回れなかった方はね、まあ、ぜひぜひ追憶の書庫にて回ってみてください。はい、で続いてなんですけども、こちらですね、機能回復訓練というのが来ましたよということで、こちら何かと言いますとですね、まあ鬼殺隊コインを集めようということで、まあ周回クエストなんですけども、まあ周回するとですね、まあコラボキャラクターだったりゲーム内アイテムだったりコラボ限定グッジョブなんかと引き換えが可能ということで、まあこんな感じですね、まあ氷炭っていうのが出てくるとさらにボーナスなんかも獲得できますよとなってますね。で続いてなんですけども、こんな感じということで、まあ引き換え限定のコラボキャラクターはこんな感じだよということで、村田さんとかね、まあ湯城珠代さんなんかと交換できますよとなってます。でまあ全体的にはこんな感じとなっております。はい、いやこれ周回するとかなりねアイテムだったりとかキャラクターだったりとかグッジョブもらえるんでね、いやこれは周回したいですね。でまああのさ、グッジョブ見てくださいよ。うん、葵ちゃんなんかがいまして、いやこれかなりレアなんでね、いやほんと皆さん周回してみてください。でオーブ20個とかも結構うん美味しいんでね、回ってみてください。で続いてなんですけども、こちらということで、なんとですね、それだけじゃなくて、なんとコラボ限定ミッション無限列車の任務っていうのが登場しましたよということで、こちら極みと究極っていうの2つステージがねあるんですけども、索敵度っていうのを上げるとですね、まあ、ゲーム内アイテムだったりとか、まあ、コラボ限定グッジョブだったりとか、コラボ限定アイテムなんかがゲットできますよとなっております。でまあどんな感じかというとですね、まあ、こんな感じで、まあ、ミッション的な感じですかね、まあ、索敵度を上げればね、まあ、これで交換できるよということなんですけども、こんな感じですね。いやーちょっと待ってくれ、千次郎のグッジョブってなんだ千次郎くんがなんと交換できるのか、グッジョブ嬉しいな。うん、いやすごいね豪華だね。うん、でまあ演武のグッジョブなんかもゲットできるし、徳玉なんかもゲットできますね。はい、でまあ続いてなんですけども、こちらということで、はい、超究極クエストですね。まあ赤座で使用できるコラボ限定アイテム、お助けアイテムかな、まあ、日輪刀というのが登場しまして、まあ、無限列車の任務、先ほどのやつですね、まあ、索敵度を15に上げることで、まあ、引き換えできますよとなってますね。はい、でまあこの赤座のクエストで使用するとですね、まあ、味方全員の攻撃力と、まあ、友情コンボが 20% アップするアイテムだよということで、いやこれかなりいいアイテムだね。うん、初心者には本当にたまらないアイテムとなっておりまして、かなり赤座のクエストが楽になると思うので、まあこの索敵度15っていうのを先に上げてから赤座のクエストに挑戦するとね、まあ楽になるんじゃないかなと思っております。はい、で続いてなんですけども、こちらということで、さらに索敵度を15に上げるとですね、まあ赤座からの守り抜けかなっていう任務にも挑戦できますよということで、これすごいですね。うん、何がもらえますかということなんですけども、こちらねコラボ限定のお助けアイテムを使用せずにこれをクリアするとですね、なんと赤座のグッジョブと勲章縁柱がゲットできますよということで、いやーちょっとこれは嬉しい、これは嬉しい。うん、赤座のグッジョブね、石田明さんのボイスだよということで、いやめちゃめちゃ嬉しいし、勲章ね、いやこれ持ってると多分マルチの時とかに、いやお前強いなってなるんでね、まあこういう感じはね結構いいですね。でまあ続いてなんですけども、こちらということで、ログインでですね、徳玉だったりとかコラボ限定のグッジョブがもらえますよということで、4日目にはですね炭治郎、そして6日目には禰豆子で、3日目と8日目には徳玉がゲットできますよということで、まあログインするだけでかなり豪華なね、まあアイテムというか、まあ、モンスト内のものがゲットできますよとなってるんで、皆さんねログインも欠かさずにやってみてください。でまあ徳玉はね、まあ、無料でガチャが引けるものなんで、まああのゲットね逃さないようにしてください。で続いてなんですけども、こちらということで、なんとですねモンストの日のラック引き換えにボイスセットが登場しますよということで、縁柱、煉獄教授郎、音柱、渦井天元のストライクショットのボイスがなんとゲットできるよということなんですけども、いやいいっすね。でこちらですね、3月の20日と3月の30日のみしか交換ができないので、まあこれ逃してしまうとですね、後々
欲しくなってもですね、ボイスゲットできないので、はい、いや、この日にね、交換を絶対忘れないように注意してください。いや、どんなボイスがあるか楽しみですね。奥義のセリフなんかなって思うんですけども、渦井天元もそうか、まあ、だからまあ技のセリフかながボイスになってると思うんですけども、これはね確実に引き換えたいですね。はい、まあそんなね注意点もあります。で、まあそんな感じでですね、まあ、モンスターストライク×鬼滅の刃コラボは3月の15日の火曜日12時から、そして4月の2日11時59分まで開催しておりますよということで、皆さんぜひぜひこの機会にモンスターストライク始めてみてください。で、まあモンストやってる方はね、ぜひぜひコンプ目指して頑張りましょう。僕もね、めちゃめちゃ頑張りたいなと思いますんで、いや本当楽しみですね。いや渦井天元とね、いやもう全部欲しい、全部欲しいわ。煉獄さんも欲しいし、イネズコも欲しい、もう全部欲しい、なんでまあ皆さん、課金はほどほどに金欠の刃ということでね、そんな感じで、コラボ開催するんで皆さん一緒に楽しみましょう。まあ無料で楽しめるね、コラボ内容ともなってるんで、まあ皆さん集会なんかもぜひぜひ楽しんでみてください。ダキ牛太郎はね無料でゲットできるんで、いやもう本当にお得というかすごいね、いいね、コラボとなってます。まあそんな感じでガチャ動画なんかも上げたいなと思ってるんで、まあ皆さん次回の動画でまたお会いしましょう。楽しみましょうね。バイ。